今五ヶ瀬大橋からスタートします。今日は2017年の5月26日です。今日から岩の宝店の方で隣接しているお店マヤの刺身入りになったところだとは思うんですけど、そこがシャブアンというお店に変更になったということで、昨日日本の宝店見えているんですけども、やっぱなかなかまだまだですね。ここは西の丸さん、
ご飯っていうのは前あった。やっぱり寿司名人さんの同グループみたいですね。いろいろ運営している中で寿司名人があったりシャバハンがあったりということみたいです。盛岡も寿司ローができたり回転寿司も多くなってきて、なかなかお寿司で食べ放題でっていうのが難しくなったから、店舗を変えたのかなと思われます。近くの人に聞いてもそんなになんか大きな工場しているところは見てないという話だったので、中そのままで看板灯だけ付け替え、まあ、その